安紀省は中華人民共和国の省の一つ。名称は安慶府の安時州府の木による。省とは合皮市、略称は関。加藤東北部に位置する内陸省である。省南部は長江、省北部はワイガが干流し、昔から広愛の間と呼ばれる平原地帯であった。省中央部にスコが浮かぶ。また南部では、 長江の右支流の青、翼江が流れている。北東部は、チャンス省、南東部は、石江省、南部は、江西省、西南部は、湖北省、西北部は、河南省と接する。1667年、新朝が、江南省を分割し、安岐省及び、チャンス省を設置したのが初めである。安岐の名称は管轄する。安慶、紀州、嶺国。 池州、太平、路州、法要の七府を呼び、州、和州、広通り州の三州を管轄した、江南左不正志氏が文書で、安紀姉地府とより大取り、和弘等所受けた周り線不正志氏の名称を、使用したのが初見であり、その後、安紀不正志氏と、改称、ついに安喜び府と紀州府の二府の名称より、安紀という行政区革命が誕生した。 1949年、中華人民共和国建国当初は、寒北、寒南地区に2分されていたが、1953年に、安吉省が再設置された。中国で、経済活動が最も活発的な長江、三角州の西側に位置し、重要な家電、自動車生産基地である。近年の経済成長が著しく、GDP 総額は、 中国本土31章の11位に上った。侵害革命前に活躍した奇襲商人と、総称される、商人集団が席を置いた奇襲府は、大部分が、現在の安貴省に属する。奇襲商人は、中国の茶、塩の貿易を、約数百年間独占した。北部の土地は豊かであり、重要な農産物の産地である。東北部の白州市は、 中薬の都と呼ばれ、漢方薬の原材料の産地である。西北部の岡用紙は労働力が豊富であり、周辺の拡大都市に労働力を供給し、拡大都市の経済活動、経済成長を支えている。両順炭鉱は重要なエネルギー基地であり、馬安山市は鉄工、同僚市は夕食夜勤で全国主位となっている。また、 長江とワイ河の水運が発達しており、安慶、武庫は重要な加工である。鉱山式門圏は、世界三大名茶に数えられる、鬼門紅茶の産地であり、海外で、特に、イギリスに珍重されている。鉱山市は、自然に豊かで、中国のトップの観光地である。六安市は中国伝統十大名茶の、六安売り編の産地である。省内には、木随理社本社、 JNC 記者本社が位置している。ショートの合否は、中国三大科学教育基地として、人工知能産業、原子力発電の研究、液晶パネル製造業、半導体記憶装置製造業の競争力が強い。有名な企業は、人工知能サービスを提供している、課題人費、新エネルギー自動車製造メーカーである、ニオ、メモリ記憶装置メーカーである、チョウなど、 武庫市と州市は、近隣のチャンス省、上海市、石膏省から投資が多く、家電製造業、自動車パーツ製造業などの産業の発展は、著しい。南部の千城市と周辺の県は、文房四宝の里と呼ばれ、過去から有質な、千紙、千筆、木積、旧すずりを生産。下部に16地球市を管轄する。詳細については、 株データボックスを参照。ありがとうございます。